ライジンフェザー級タイトルマッチ、牛久潤太郎 VS 斉藤裕。こっちなくできるけど、まあ、意外と、まあ、穴はあるかなっていう。見てて分からないんだな、格闘技知らないのかなみたいな感じですか。横田さんがそういう駆け引きを今からもしかしたらしてるのかもしれないし、そこまでの賢さをあんまり感じないんで。そしてジャバできない、できる。メジャーだ。斉藤が吠えている。終わってないですからまだ。前回の戦いが。今までの僕の試合がテイクダウンだけっていう感じだったんで、向こうもその対策をしてたと思うんですよ。だからそれの逆で言ってやろうと思って。やっぱり一発当てるの膝しかないって。あの時じゃ言ってた作戦ではもうそれだったんで。そうです。自分のベルトを返してもらうという気持ちが強い。カウンターの膝だけを注意していると、この他の攻撃がおろそかになるというか、全体的にこうしっかり距離の設定から攻め方から立ち位置だったり細かく見直してやれば大丈夫だなと。一応その石渡さんと共有しているそのフローチャートみたいなものはあります。トレーニングを今度見せてもらいたいんだけど、あんまり見せたくはありませんから。そうですよね。上半何回も断られたんですけど、はい、一応書いてるのはこういうものは自分 そのゲームプランとして始まりから終わりまでゴールまでっていうのがここに記されているので、タックルに行く、返って攻撃許されています。これで終わった。最高ね、ABC で作戦化をして、まあ、相手に分からないような形で、はい、近くなってきたら B だぞ、 C も B もあるぞ、こういう設計図がありますよっていうのを、で、じゃあ今ここやんなきゃダメだねとか、これがちょっと今雑だからもっと詰めていかなきゃっていうのを事前段階でどん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 すり合わせて、で、UFC ファイターがなんかそういうのやってるって聞いて、堀口くんがこうだからこうしたんですよ、こうだからこうしたんですよ、この処理がすごく早いんですよ。前で言うと膝みたいな必殺技みたいなの持ってたじゃないですか。なんか持ってると思います。あると思いますね。絶対わかる。前回の神田小屋戦では後ろ回し蹴りみたいなのもやったりしてたんで、そういうのがあるのかな。結局その前回セオリー通りに動いたことによって、スポーキーもセオリー無視しちゃうような動きなんですけど、ちゃんとそこに狙いがあって作戦があったんですよね。攻撃当たれば一発でいくなっていうのはありますけどね。まず1個目の勝利の関係、なんかやりにくいなって思うようにしたい。どういうことなんだ。こういう打ち方にしようっていう。ちょっと待って、ダメです。みんな知ってるんですか、その普通の格闘技好きな人は。あーでも聞いたら分かっちゃうと思います。打撃の工作の中で一発当たればもう終わるっていう。練習量はもう誰にも負けないです。もう自分まで見てきた選手の中ではダントツ練習します。やめろつもやるんで、これ以上やったら死んじゃいますね、はい、だからそれぐらい僕はやってる自信あるんで、まあ、いいことなんですけど、ちょっとその柔軟性がないんで。真面目すぎるってこと。そうです。なんか9年間も感じてない。格闘技とバイクが好きだから、なんかこうなりすぎちゃうと女の子に目線がいかないんですよ。顔もいいのに。
今回はそこのやっぱ膝って印象が多分絶対ついてると思うんで、軸にしながらこうどう組み立てるかっていうのを今こう研究しながらそれを練習で試してるっていう状態ですね。あっちのセコンドランプはどう思います？感情論になりすぎてるかなっていう。自分も格闘技自体も選手自体も考えてしか試合やってなかったんで、一応技術論っていうか、結構斉藤にプレッシャーかけられてたんですね、試合ごと試合トータルで。あの瞬間で順当にプレッシャーが初めてかかった瞬間なんです。俺がさせるぞって多分言ったと思うんですけど、長いから出せるぞ、させるぞ。前蹴りと膝を刺す両方の意味で捉える、相手方にもそう捉えてほしかったというか、膝だけ狙ってるんじゃないよっていうのも、膝って言ったら膝ってもちろん分かっちゃうじゃないですか。でサスケの攻撃をするぞっていう意味で、とてもいいね。自分はちょっと大学主席で合格してる本当に順天堂主席で合格してる調べようがねえか。なんか挨拶できない子だなと思いましたね。そう、会場だってお疲れ様ですとか言えばいいのに言わないから、こいつそういうやつなんだなっていう。やっぱね、格闘技やってて挨拶って必要かなと思うんですよ。斉藤選手も試合終わったら挨拶しなかったし、まあ勝ったら何でも言えますからね。そう、選手はあんまりこう角立つこと言うと良くないと思うんですけど、試合中に来いよオーランとか言ってたんですよ。ナイスだ。ぶち壊してるとき違ったんですけど、まあ今回は、まあ、こういうプラン立ててやりますけど、うまくいかなかったとしても喧嘩やったって負けねえよと思ってるんで、最後はやっぱり戦いじゃないですか。その気持ちをしっかり持って、まあ、なんかその前に喧嘩できるんかっていう、まあ、人によっていろんな考え方があるんで、試合で見せれば全然いいんで。前回のが実力だったよって思わせることができるような練習はしてきてるんで。ガンガン来てほしいですけどね。盛り上がるな、そっちの試合が。最後はもうぶち殺すって気持ちで、男と男の戦いですから、そこに負けたくはないですね。